そういうかっこよさのいじり方もあんのねっていう幅をね広げてもらった車ですよ。僕はデザインをモディファイ、モディファイ、ハイゼラがありますよこの年代なんで。うん、そうだよね。知ってんだけどあるものを外すというか激渋なんだろうね。激渋なんだと思う。はい、皆さんごきげんよう、しげガレージです。今日もですね、九十九里の海沿いにあるファクトリーギア BSB サテライトオフィスで撮影させていただいております。はい、で今日も来てますね、これなんかシャレオツなのが来てますね。はい、すごい好み。好み、あ、これ好み、パイの好み。うん、あ、そう、楽しみ。すごいわざとらしい楽しみすごい、じゃ あの楽しみにしてるみたいなんでね、あの、まあ、オーナーさんいらっしゃるんでお呼び しましょうかね。早速紹介していきましょう。はい、それでは早速紹介していきたいと思います。はい、このね車のオーナーさん、来てるんですけどもね、すごいもうねほぼ見えてない、はい、この間あの動画でね、ケンタのね愛車紹介、親友のケンタの愛車紹介させてもらったと思うんですけど、もう一人ね親友がね僕がいるんですよ。はい、愛です。愛です。ほぼね、はい、あのテレビのニュースに出てくるね強盗犯よ親友のね愛の車なんですけども、はい、僕としてはねもう愛の色がめちゃくちゃ出てるのは分かってるんですけど、これからちょっと紹介していくんで、愛ね、ここちょっとこここだわってやってるんだよとか聞きながらね紹介していきたいと思います。ちょっと西日がきついですけど、はい、ご了承ください。はい、かっこいいでしょ。いや、かっこいいっすよ。あ、そういうかっこよさなんだっていうのを僕は愛に教えてもらいました、はい、この車を通して、ね、何でもかんでも車高低くして、そう、黒くして、そう、ゴツゴツやればいいんじゃないんだよっていう、そういうかっこよさのいじり方もあんのねっていう幅をね広げてもらった車ですよ僕は。確かに、はい、これ車は、車自体はメルセデス・ベンツの G クラス。 G クラス G320 ロング。ロング、ロング、へー、7人乗りのね。7人乗れんの。7人乗り。へー、今現行のやつだと5人乗りだけど、うん、これは昔のやつだから7人乗りのシートが、あ、そうなんだ、後ろについてて一応7人乗りの。年式は、年式は1995年。95年、320だから3200cc の V6、シゲの車とは真逆、車高高くて四角くてっていう、確かに確かに、もう真逆の車です。確かに、コンセプトがあるんだよね。ああ、コンセプトね、あんだよね、うん、これ先にあの話しておきましょうよ。はいはい、はい、現行の1個前の方のフルモデルチェンジする前の G クラス、まあ、いわゆるゲレンデっていう言われてるやつなんだけど、うん、それを、一番初期に出た W460、はい、初期型のゲレンデバーゲン、はい、のデザインをこうモディファイしてるんですモディファイっていうの463なんだけど、はいはい、460のデザインをモディファイ、モディファイ、より古くしていくんだ、はい、見た目を古くして、まあ、中は、まあ、95年だから古いけど、まあ、当時のやつよりは新しい。なるほど、エアコンとかしっかり効くしけど見た目は古いやつっていうのを結構イメージして作ってます。すぐセンス出してくるやん。すいません、あのモディファイのちょっと意味がちょっとまだよく分かってないですけど、モディファイしてるみたいなんで、そこをちょっと教えてもらいましょうかね。どこをモディファイしてるのか教えてもらいたいね。いや、もう結構がっつり変えてんな、やっぱ顔周りかな。これもう全部、これもこれも変えてますね。ラッピングですかね、これは。これはね、塗装。塗装なんだ、うん、このパーツが映って、これと全部シルバーなの、もともと。いや、黒いやつのパーツ、うん、カスタムパーツ。へえー、あ、うん、そうなんだ。もともとは黒だけど形状が違うんだ。そう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 。へえ、まあ、通常は純正だとシルバーがね、シルバーの四角い目がついてる、うんうん、それを、まあ、460なんで五角形のヘッドライトにして。へえ、ここも結構スカスカのグリルが入ってて中がこう見える。へえ、ちょっとチープなね、逆に、すごいなんか扇風機みたいになってるよ、なんか
ファンですね、ファン、うん、2個のファンがついてる。へえ、これ自分でつけたって言ってなかった？これ自分でつけた。そうだよね、うん、この辺も全部自分でつけてる。これ下もですかね？これ下もつけた。これシゲと一緒につけたか、うん、はいはい、あの知らない手で今話しましたけど、はい、一緒につけました、はい、うちでね、これね、ヘッドライトか。おい、あれそうやって外れるんだ。外れて、サングラスあるよね。できますね。これは塗装？これはね、ラッピングなん。ラッピングなんだ。これは460のやつじゃなくて普通に純正のやつをラッピングしてちょっと黒くして。うん、ラッピングを自分で？自分でやりました。何でも自分でやるんだよな。あ、いわく自分でやっちゃいます。やっちゃうんだよね、うん、自分でやるの好きだ。それもこれでも、うん、これはね、この日じゃないよね。違う日。そうだね。これ、ケンタと一緒に作った。そうだね。ね。それは俺とやった。気づいたらついてた。あ、そう、うん。結構大変だったね、なんかね。そうそうそう。ちゃんとこっちから入って、裏から止めてみたいな。へぇ、うん。牽引のやつがついてます。もともとついてんだ。いや、これはね、つけた。つけたんだ。え、これ輸入して。輸入？買いました。え、この穴はもともとついてる。これなんかね、開いてたの。じゃあ、それ用なんだ。そう。で、合うかなと思ってこれ輸入して買ってみたら、え、合うか分かんなかったけど賭けで買ってみたの？そうそうそう。そしたらそれ用じゃん、絶対ぴったりでした。ぴったりだ、ね、すごい。え、じゃあこのエンブレムも移植したの？これ移植した。そうそうそう。グリル、これが可愛いよ、昔のね。ちっちゃいし、親指ぐらいですよ。もうちょっと後の型になるとこれが一回りぐらい大きくなる。なんかさ、このボディのさ、見えるかな、この傷汚れ感。嫌じゃん、私たちの車では。私たちは嫌ですよ。小傷ね。愛はこれをなんて呼んでんの？エイジング。エイジング。何でも横文字にしようとしてきてるわ。ボディファイの次はエイジングですよ。欲しがったよ。いや、俺はもう味でよかった。俺も味かなと思った。味が正解だと思ったよね。エイジングって。めちゃくちゃくるやん。なるほどね。じゃあエイジングとこれから呼びましょう。そうだね、はい、年数を重ねて、うん、そうそうそう、っていうことですよね。結構このやれた感じが気に入ってる、うん、確かに。やっぱゲレンデ今都内だとめちゃくちゃ走ってて、うん、原稿とかね、ちょっと前も含めこの方もそうだけど、あ、この方走ってるの？走ってる。へー、結構走ってるけどやっぱ綺麗に乗る、うん、これラグジュアリー、うん、要素が強いから、今はね、それと差別化を図るために軍の方に、あ、モディファイ&エイジング。そう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 。これもエイジングですか？これエイジングだね。うわ、めちゃくちゃ劣化してる、ね、もうそう、そう、劣化ってなっちゃうもんね、普通はね。カッチカチのやつね、ゴムパーツがカッチカチのパッキパキになるやつ、これがいいんでしょ。で、ここになんかシルバーのあの、なんか貼ってあったの、こうやって。あ、あるね、あるね。ベリーって。あ、そうなんだ。取っちゃいました。普通だったらベリーって後のこういうのって、やっぱりこう、シール剥がしとかでやるけど、そうそうそう、これエイジングなんだ。うん、味だね。自分ってこと味にしてエイジングって言ってたのに。しかもこのエイジング加工によって、マットシルバーみたいに見えるね、なんかね。確かに。ボンネットとか特にね。これね、鉄チンですね。鉄チンホイール、はい、純正の鉄チン。鉄チンってどういうこと？鉄のスチールホイール。そう、あの、僕、我々はあのカスタム、ケンタのもあれですけど、アルミじゃないですか、はい、鉄の。あ、そうなんだ、はい、それは何が違う？アルミって軽いんですよ、まず、はい、で強度もあるんですけど、昔の車、そのスペアタイヤとかもそうだけど鉄チンだもんね。うん、そうだね、トラックとかね。そう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 、うん、で、これは元々違うの履いてたんだよね。そうそうそう、純正の買っただけね、320のやつは履いてた、はい、で、これが履きたくてこれにしたんだよね。そうそうそう、これはカスタムだけど、この辺はこれは460の純正。へえ。これも純正、純正のやつを無理やり今のやつに履かしてる。なるほど、ね、そうなんですよ。履くのにだいぶ苦労したんだよね。いや、大変だった。一緒にやったの、うん、そう、カメラ回ってないところで、ところで、うん、まだシゲワークス立ち上げてない時に。あ、そうなんだ、はい、で結果ボルトの長さとかで加工が必要だとか、
いろいろあって、じゃあスペーサーがどうこうとか、はいろ、はいろやった結果ちょっと僕できなかったんです、僕の力では。結局あのプロの方にお願いして今、そういうことね、収まってるんですけど。あ、シゲワークスでやりきれなかったんだ。やりきないぐらいちょっと複雑だったんでね、うん、なるほどね、はい、生かすね、鉄鎮って言うんだこういうの、鉄鎮で。しかもタイヤも変えたんだよね。そう、タイヤもグッドリッチの、まあ今本当にキャンパーがみんな履いてる、うん、グッドリッチのオルテレンタイヤ。高そうだねこれ、うん、ね、ゴツゴツしたやつがね。そう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 。これいくらぐらいするの1本？1本6万かな。高ー。高いね。でちょっとリフトアップして、あ、リフトアップしてんだ、うん、確かに8センチ。だいぶしてる、ね、だいぶだね。リフトアップはそういうキットを入れるの？これはね、スペーサー入れてる、コイルスペーサー。あ、へえ。だから結構簡単にこのバーン挟むだけだ。そう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 。軍用車は車高高い。でもね、ここにやっぱスペースある。あ、軍用車からなんかその感じを結構モディファイしたいな。モディファイ出ました、モディファイで、これもやったのか。そうだね、ガードは一通りつけて、つけて、次次これね、一緒にやったんだよね。一緒にやったね、シルバーのね。そう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 、純正入れたよね、あれ。そうそうそう、スペースがついてたんだよね。これはこれも460の純正を買って。460の純正なんだ。そうそうそう、を無理やりつけて。で、もともと今隠れてますけど、こことここ3つで止まってたんだけど、うん、こことここだっけかな、うん、そうだね。で、止まってるんだよ。で、ここ使わないの、うん、純正取って分かったんだけど、うん、もう使わんやんってなってめくらしてんの。なるほどね。そう、この辺もすごいですね。もうこの辺とか見てくださいよ。これエイジングですね。完全エイジングですよ。これはこれわざとぶつけたの？風よけがついですね。風よけ？ああ、こういうね、甘い、雨よけ、バイザーみたいな、バイザーみたいな、紫色のやつが純正ついてて、ああ、そういうことか。それベリーいっちゃいました。あ、ベリージングねこれ、うん。これがないと結構より四角く見える。うん、そうだね。そうかも。そうかもね。このスモークも剥がしちゃう。あ、ついてたんだ、うん、確かに。へえ。なんかもうスケスケだもんね。剥がしたの、なんで剥がしたの？剥がした方がやっぱレトロ。あ、そうなんだ。昔やっぱついてないから。なるほどね。とにかく460の写真をいっぱい見て、うん、あ、じゃあこれ取ってないから取っちゃう、うん、これ剥がしちゃう、そういう感じでカスタムして。なんかこう面白いね、こういじってんだけど、なんか僕のいじり方はないものに足していくじゃないですか。うん、そうだね。あるものを外すというか考えはないよね。ない、いじり方が僕にはないですね。確かにね。外したものをまた新しいパーツにするっていうのあるけど、ついてるものいらねえからっていういじり方しないね、あんまり。まあモディファイですから。ああ、これがモディファイいじりか。でもやっぱかっこいいよね。かっこいいの、かっこいいってことは分かる、分かるよね。し、これだからそういうモディファイ適性のある人たちが見たらかっけえなーって。激渋なんだろうね。激渋なんだと思う、うん。これは最近つけた、うん、ガードはまあランプ周りは一通り全部。え、これはこれは、あ、これもなんか最近 Amazon で買ってつけてみた。これはこれもね、なかったよね最初ね。そう、もともとあの銀。そうだよね、うん、これなんかこだわりあんの。これもね、460の。ああ、そうなんだ。やつ輸入してる。輸入ってさっきから言葉出てきますけど、どこ、何で買ってんの？なんかネットで買ってる、うん、すぐ来んの？いや、来ない、1ヶ月ぐらい。そうだよね、しかも今はね、コロナとかもあるし、ね、そう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 。トランク見てみましょう。トランク行きましょうか。7人乗りだもんだもんね、だから。そうそうそう、普通のゲレンデとちょっと違うんじゃない？おお、なんか軍用車みたいなの積んであるよ。あ、匂いが、うわ、すごい、匂いが昔のベンツの匂いです。いや、わかるわかる、昔のベンツだね。わかる、そうそうそう、だよね、うん、昔、あ、め、いい。これ何なんだろうね、昔の車、それとも昔のベンツなの？わかんない、昔のベンツ、わかんない。多分それは多分この世代のベンツは乗ったことあるか知ってるけど、うん、この世代の他の、例えば BM とかね、うん、乗ったことないかわかんないけど、いいね、いいね、いい。この中の小物のテイストもこだわってるの、これ、まさか。あ、いや、そんなにちょっと工具入ってたりとか。絶対使ってないであろうペニーとかね。
ペニー。え、このペニーのスタンド、これペニー用のスタンド。いや、これはね、キャンプの時のテーブルみたいな。ここじゃないですか、やっぱり。そうだね、これは結構。あ、これが言ってた7人の、ね、そうそうそう、14人の前3列目だ。2席、後ろ3人座れて、そのトランクのとこに、これ倒せますか。こっちスワットの人がなんかやってるみたいな。ほんとね、軍用車ね、このスワットじゃん。すごい。え、横なんだ。マジで軍っぽいね、やっぱ。縦の勝手なイメージあったけど。あ、そうだよね。見たことないね。ないないない。だからそれこそバスとかさ。バスだ。ちょっと座っていい？すごい、しかも傾斜すごいし。で、そこの取っ手をね、取って、ああ、こうやって握られる。もうこのいらないじゃない、これ、ドア確かに、いらない、ね、いらないわ。軍用車的に言えば、いらないわ。460ないんじゃない、これあるあるんだ、これ軍ですよ、完全に。すげえあ、すごい、スワットだよ、もう完全に。いい目線いただきました。ありがとうございます。これはね、でもね、やっぱこれの年代乗ってる人知ってるけど、これまだ絶対壊れちゃう。これ。これ何のため？ここでカチって止められるんだよね。うん、へえ。ほぼほぼ壊れちゃうから。これはこの、あ、後付けなのそれ？そう、人間用のベルトをつけてる。うん、で、あ、そこでね。すごい、爆弾処理班に見えてきた。これちょっとかっこいいし。かっこいい。てかさ、こういうのが面白いよね、車ってさ、うん、ないものをどうするかみたいなさ。そうだね、で自分なりのね、やり方があってさ。そうそうそう、これちょっと見えんのがかっこいいんだって。見えんのがかっこいいんだって。こっちから、外から。あ、そういうことね。あー、なるほどなるほど。あー、確かにスモーク剥がしてるしね。そう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 。いやでもこれはだからいい、ね、エイジングモディファイ、モディファイが分かる人じゃないと。確かに言われればかっこいいと思うけど、自分の車でこうなってたらここ見えちゃうからスモーク貼らないとって思うと思う。確かに、ね、最後が知ってんすよ、知ってんすよ、一緒にやったとこあるんすよ。来る？これ、あー、そうだそうだ、バックカメラ。あ、バックカメラね、つけたんですよ。あ、もともとついてなかったの、買った時は。そうで、シゲに相談して一緒につけた。そう、大変だったね、なんかここがね、配線こうまとめるのがね。そうここに隠れてるんですけど、全部内張り剥がして配線。そうだよね、全部中通したと、うん、そう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 、すごっ。じゃあ中行きましょうか。はい、これは左ハンドルですね。そう、左。いいっすか、どうちゃん。いやー、かっこいいな。渋いでしょ。いや、失礼します。いや、渋いね、これ。あとね、シフトノブ、昔のベンツのシフトノブっすよ、これ。テッカテカになってるし。テッカテカだよね、もうこの辺とかね。テッカテカ。これは買った時からこのステアリング。あ、そうそうそう、中はね、あんまりいじってない。まあ、こういうのつけてますけどね、うん、あとこれね、さっき言ってたバックミラーね、つけて。ちょっとこれかっこよくないですか。どれ、これ、これね、昔のね。 それすごい気に入ってる、これのね、昔のベンツのね。すごい気に入っても全然誰にも見せられないね。しかも、そう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 。あ、上開くんじゃん。上開く。え、開くのこれ。けど、うん、壊れてて、うん、一回も開けたことない。え、開かないってこと？そこの、あの電動のやつがあるんだけど、壊れてて、多分開かないんでって言われて、触んない方がいいですよって言われて。そうだね、え、買うときに？そう、一回も触ってない。怖くて。そんなことあるんだ。なんかもう、全部、愛がやったら洒落てるみたいなところあるじゃん。愛が正解みたいなこと？愛がやってるからもう全部おしゃれみたいな。幼児山本みたいなこと。あるじゃんって言っても、視聴者さんには伝わらないかもしれないですけど、もう絶対的にもう愛のさ、センスが光るわけじゃん。確かに我々の中では分かるわけじゃん。灰皿がありますよ、この年代なんで。うん、そうだよね。あ、これも昔の
ベンツの感じだね。あ、この押した感じもなんかもうすっごいわ。押し感がいいでしょ。うん。この年代でこの感じだとさ、結構いろんなとこでその壊れてくるとかさ、なんかパーツがもうポロッと取れちゃったとかなんかありそうじゃない？確かに。まあでも最初買った時あったけど、うん、一通り直してそっからもう全然めちゃくちゃ調子いい。ミッションだとかさ。そうそうそう、オートマが滑ってたりとかしてたけど、でも、まあ、この年代って逆にめちゃくちゃシンプルだから、うーん、電気系とかがないから、コンピューター制御とか、ね、そう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 いうのがないから結構、まあ、直せば結構一生乗れる。でも逆にもうパーツがないとか部品がパーツはないねとか、うん、まあ、でもドイツ車だから、ドイツ車って結構パーツずっとあったりとか。あ、そうなんだ。そうなんだ。知ってんすよ、愛がね結構探したやつ。どれ？これ。ああ、それね。これ。何？ドリンクホルダー。あ、これ何？つけてるってこと？そう。後ろはドリンクホルダーなくて。ああ。これアマゾンで買ったんだけど、結構テイストが近くて。え？そうそうそう。ぴったりな。これは本当にゲレンデ乗りの人はめちゃくちゃおすすめ。アマゾンで。うん、そう。適当に調べたら出てくるの？うん。ゲレンデとか？あ、いやいや全然ゲレンデ用じゃないから。でもこのテイストというかさ、こう似たような探すの苦労したんじゃないの、うん、このね、この脂肪の感じがね、うん、近い。いや、こういうのが面白いね、なんかこう似たようなのを探すとかさ。確かに探してる最中とか、見つけた時の感動とかってめっちゃいいよね。そうそうそう、いいよね。で、実際来て、めっちゃいいじゃんみたいなね。この幅ね。このぴったりって嬉しそう。わかります。こうなってくるとチャイルドシードとかも結構選ぶの大変だったんじゃない。そうだね、この生地がね、このなんか特徴的なちょっと、ね、電車みたいな、いろんな色が織り交じってるグレーの。確かに、本当だ、確かに。わかるわかる。電車、あ、わかる、電車、バスとかね。そうそうそう、バスね。それに合わせてチャイルドシートもなんかちょっと近しい。確かに、黒でね。そう、黒とグレーの。あー、で、これは何ですか、ベイビーのためにモニターつけた。そうそう、モニターつけて YouTube 見れたりとか。ファンがあるよ、ファンが。夏暑いからね、やっぱり。めっちゃ快適やん、このベイビーエリア、うん、そう、そこすごい快適なの。ティッシュもすぐ目の前にあって。そうそうそう。なんかさ、ビップ席みたいな。いや、なんかさ、いや、ここに乗ってるね、愛のベイビー見たことないけど、おしゃれな顔してんだろうね。顔がもうおしゃれなんだ。そう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 、赤ちゃんなのに。あ、そう。普通の赤ちゃんは、普通の赤ちゃんは、あ、じゃあ、こういう感じなんだけど。そんな感じなんだ。こんな感じなんだけど。愛の赤ちゃんだと、まばたきも、あ、ゆっくりなんだね。でもアイズアイじゃないですか。アイズアイ、アイズアイですよ。アイズアイ、なるほど。アイズアイもらいましょうよ。アイズアイはね、もうね、やっぱみんなここじゃない。うん、斜め下ね。うん、これ全然って、ゲレンデに関してはやっぱり真正面か真横。あ、そうなんだ。ここ。これでいいですか。塔。塔。あ、二つある、ね。おお。初めてのパターン。おお、小腰で。で、ちょ、中腰。ちょっと あのラインに合わせるんだ。そう。ちょ、中腰の真横、うん。これが好きだね。でも横かもしれない。どちらが出てるかな。うん。これです。まあでもこの感じだと多分ね、もうちょいやるよね、ちょくちょくね。まだ全然完成してなくて、うん、サイドステップ変えたりとか、うん、結構いろいろある。まだやりたいとこあるんだ。うん、ある。じゃあそれはもうぜひ次回、この車も出たんで、シゲワークスの方でいろいろやってもらいましょうよ。そうだね、なんかちょっとね、パーツ買ってるんで。あれもあるの、うん、やりましょうよ、じゃあそれぜひ。ということで今回は、もう一人の親友、愛のね、愛車紹介ということで、G クラス320メルセデス紹介させてもらいました。少しでも320愛、モディファイ、エイジングいいねと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして通知もオンに、ベルマーク押してください。いいっすか。いいっすよ。それでは皆さん、
ごきげんよう。With frogs, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes.